えっと、酸水システムを作りました。これ、アレ,アレクサに繋いだ糸ポンプで、で、穴を開けたホースを、えぇ、ー、はわしてるんですけど、ちょっとやってみます。アレックサ、水出して。で、これダメなんですよ。最初だけさ、水出るんだけど、後の方はね、水いかないですよ。ほら、最初だけさ、 あの、水が出て、ここは湿るんだけども、後ろの方までね、水行かないんだよね。あ、一応行ってるっちゃ行ってるのか。んうん。そんでいいんじゃなで、だけども、まあやっぱり、こっちの方までは来ないですよね。 全部、やっぱここら辺までで水が出し切っちゃって、水,水圧足りないの。水圧が足りないんじゃないでも、井戸ポンプでやってるから、これがマックスなんですよ。ソーラー太陽井戸ポンプでやってるから。で、今回、低水圧でもできるっていうやつを買ってみたんで、それをちょっとやろうと思ってます。これがなんか、低水圧でもできるという噂なんで、買ってみました。 おお出てきてます。水が。ああ、染み出てんじゃん、ほら。おお<ー>ほら、こっちも。あ、行ってる全部来てんじゃん。おすごい、すごい。マジか。あ、さすが。これはいいですね。これ末端なんだけども、ちゃんと、水、出てる。染み出し具合が。ほんとだ。これ末端で、 で、これが元なんだけども、すごくあの均一に出てます。やっぱ専用品だね、えー。先ほどのシステムはこんな感じで作ってました。これ直流で動くあのポンプで、これを井戸の中に入れて、で、このスマートプラグで、えー、朝と夕方にポンプが起動するようにね、えー、セットしてました。まあ、だけども、このポンプがね、 あの動画撮影からね、えー、すぐに壊れてしまって、使い物にならなかったんですね。まあ、こちらのポンプを使ったんですけども、あのやっぱりね、まあ、交流で動くポンプはそれなりにちゃんと作ってるんだけども、直流ポンプっていうのはね、ちょっと華奢ですね。あのちなみにこのポンプは2台目なんですよ。あの1台目で使ってたポンプっていうのも、やっぱり、えー、途中で動かなくなってね、壊れて、で2台目もま,あまた壊れたんで。 まあもうあのこういう直流ポンプのチャチーノは使うのはやめようと思います。やっぱりね、交流のしっかりとしたポンプがいいですね。えー、次は交流ポンプを使ったシステムに作り変えました。でまずね、この交流ポンプで井戸水を汲み上げて、でまあ、ここの電磁弁のところまで来てるわけですよ。で、このスマートプラグで、えー、電磁弁が。 朝と夕方に開くようにセットして、でまあ、朝、夕方になったらここに電気が流れて、電磁弁が開いて畑にこう散水されるっていう感じで作ってみました。 嗯，好、mm，去、hmm. mm，去吧。 えー、ここから出てきた水がこう登って、で、電磁弁でコントロールして畑に行くって感じですねで。一応フレキパイプは途中でこことここで固定してあんまり動かないようにしてます。動くとここの接続部がね、あの負担がかかるんで、なるべく固定して動かないようにするという感じですね。 えー、システムが完成し,しまししたので解説まますまずこれねスマートコンセントにつながってますでこれ電磁弁の電源なんだけどもでその電磁弁がここにあるとで、えー、スマートコンセントで電磁弁の電源がオンになったら電磁弁開くそしてここから水が流れて散水されるということですねで一応その 電磁弁とコンセントの接続は自作の、まあ、雨よ、雨よけキャップみたいなのを作ってやりました。ちょっとやってみるか、試しに。ちょっと手動でオンしてみます。こっち。おバチってなった。これ来てるあ、違う違う。こっちの蛇口開けなきゃダメなんだ。こっちの蛇口をまず開けて、 したら流れるはずん。あ、めっちゃ漏れてる。あ、ダメだたちょっとここの接続部分の。あれが弱かった。もう、もうちょっと。きつく締めます、えー。この後漏れてる箇所をきつく締めたりとか。まあ、他にもちょっと違う。ジョイントにしてみたりとか、やってみたんですけども、漏れが止まんなくて。 でよくよく見たらね、このフレーキナットが違うサイズのものが使われてたんですよ。このステンレスフレーキ管っていうのは、規格が2つあってで、その違う規格のものがえっ、ー、と組み合わさってて、漏れてたんで、えー、ちょっとね、そのフレーキ管自体をもう違うものに変えました。もう漏漏れれれててなないよれよいよこ この接続部分は大丈夫ケー、OK。であ,あなんかこっちから今度漏れてるなまあこっち正直どうでもいいあれなんだけどさ漏れてんも別にでもなんか気持ち悪いなここ漏れてるのここひび入っちゃってんだよねちょっと えー、ここ違うソケットに変えたら漏れが止まったで今、えー、いい感じにね染みてますね素晴らしい、えー、これで多分もう壊れることはないでしょう、えー、そうしたらスマートプラグに、えー、何時に電気が通るかっていうのを今設定してますねで朝の4時から4時25分まで通電して 夕方の6時から6時25分まで通電するという、まあそんな感じに設定しました。えー、あと少しで6時になるんですけども、えー、6時になったら、このスマートプラグがオンになるように設定してるんですね。で、これがオンになったら、あの電磁弁が、えー、開放、ひ開くんでね、散水されるんだけども、まあ果たしてうまくいくかね、ちょっと見てみようと思います。 ついた今なったオンになったしておー染みてる染みてるおー素晴らしい染みてますよほら 滴り落ちてます。いいね。まあ、こんな感じで、あの、夕方と朝で、えー、セットしてるんでね。もう、あの、人が散水しなくても自動で散水されるようになりました。よかったよかった。で、こちらの散水システム、あれから運用してて、 で10メートルで最初やってたんですよ。だけどもね、10メートルだと、地面全体に水を行き渡らせるのが難しかったんで、え追加で30メートル購入してで、合計40メートルでやってます。まあ、そしたらね、こういう風にホースをぐちゃぐちゃってやっておけば、まあ、まんべんなく行き渡るんで。まあ、そして、ね、まあ、ようやく完成って感じですね。まあ、なんだかんだ結構ね、金かかりましたけどもね。まあ、その分、楽を手に入れたと思えば、まあ、いいんじゃないですかね。 で今回使った道具なんですけども、まあ、まず専用のホースですね。最初10メートルのやつを買って、で、足りなかったから、後から30メートル追加で買って、で、合計で5000円ぐらいしました。で、次に電磁弁ですね。まあ、これもらったもんで、僕はタダで手に入れたんですけども、まあ、買えば、 24, 円もするそうですまあ桃太郎っていうね日本のブランドの電磁弁だから結構高いんだけども、まあ、別にこれ買わなくてもね中華製のもっと安いのでもねいけるんじゃないかなと思いますでこの電磁弁を制御するのにこの、えー、スマートプラグっていうのを使いましたね、まあ、これで何時から何時まで水を出すみたいな設定ができますね、まあ、だけどね別にこういうのをやらなくてももっと簡単なのがあって こういううい、えー、水タイマーなるるもものがもう販売されてるんですよだからこれを買ってでホースと接続あのホースと蛇口と接続するだけでもう指定した時間に水がまかれるっていうね、まあ、面倒くさい人はねこれでやってもいいと思うんですけど、まあ、ただねこれプラスチック製じゃないですかで見るからにちょっと紫外線に弱そうなのとあの僕はねこういう接続部分を全部金属でやったんですよ。 だからある程度耐久性はあると思うんですけども、まあ、見た感じこれだとちょっと下手に紫外線にずっと当ててるとなんかすぐ壊れそうな感じするんで耐久性を求めるならまあ僕のやった、ね、この電磁弁とこういういスマートタイマーを組み合わせてでステンレスフレー機管で配管するっていうのがまいいんじゃないかなと思います。ということで、ね、今日は酸水システムを作ってみたという動画でした。